こんにちは。二宮すずみのすずにのチャンネルでございます。イエーイ。すずにのチャンネル、二宮すずみが、私二宮すずみがやっていくチャンネルじゃねえな、すずにの TV だ。間違えました。すずにの TV だ。まあいろいろありまして、こう一人でやることになりまして、うんっていうね、まあ何でも前向きでやっていこうかなと思って、今回は21回目の動画なんですが、まあね、相方の方とはちょっとギクシャクしちゃいましたね。まあ仕方ないですよね、それはね。よくあることだ。別に彼を恨んでないし、なんだろう、まあ一緒に頑張っていけたらいいなと思って、この先もね。だけど鈴二のとして、二宮鈴美としてやっていくんで、うん、鈴二の TV と覚えておいてください。頑張れって感じで、他は何も変わりないですけどね。うん、クロスもありますし、うんちくんもいますから、はぁーっつってね、鈴二の TV ね、二宮鈴美でございます。二宮鈴美ってなんでっていうか、二宮鈴美は小説も書いてるんですよ。うん、まだ 3,4 作目ぐらいまでしか書いてないんですけど、まあ同人誌レベルですよね、乗るとしてもね。でいつか新人賞取れないかなと思って、こうちょっとずつ書いてたり、めんどくさくなってやめてたりとか、なかなか進んでないですけどね。それが二宮すずみなんで、そうそう、略してすずにの TV でございます。でさっきも言った通り21回目でちょうどいいですよね。3の倍数で3721なんで、で今回は鈴見の TV のことを語ろうとか思ってたんだけど、特に何も決まってなくて、この BGM はあのバックトゥザフューチャーのエンディングですよね。ヒューイ・ルイス&ザ・ニュースの The Power of Love、 かっこいいですね。うん、この歌好きなんだ。バックトゥザフューチャー好きでね、マイケル・ジェフォックスとか、あのドクとかね、よく中学の時よく友達と話しててね、3までありますよね、バックトゥザフューチャーね。4が出るんじゃないかっていう話をなんか中学の時してましたけど、結局出なかったけど、うん、この曲は好きです。でまあ鈴二の TV では、まあ読書感想文で、感想文じゃねえよみたいな、感想話、読書の感想とか解説とか、勝手に思ってることを言うみたいな、間違ってる場合もありますから、そこはお許しください。勝手な個人の感想なんでね。まあ世の中頭のいい人いっぱいいるんで、僕の解釈なんか全然間違ってると思うんで、僕が勝手に思ったことを勝手に言ってるだけなんで、全然あのしょうがない、しょうもないこと言ってるかもしれないんで、すいません。であとはなんだろうな、フリートーク、フリートークってでも一人でトークするネタも特にないんだけど、まあなんかお題をね作ってね、自分でやっていこうかなとか、あとはなんだろう、コンビの時もロケをしようかって言ってしたんだけど、1回だけしかしないけど、まあね、今はスマホがあるから、いちいちビデオカメラ持っていかなくても撮れるんで、もうこのね、はい、格好でロケするっていう、このグラサン乗っけて、なんかクローズのピアスして、こういうなんかロザリオつけて、すごいね、わけのわかんない格好してないみたいなね、
とあとと秋になってきたんで、この白 T が寒くなってくるかもしれないから、冬とかね。そしたらはなんか上にジャケット羽織ったりとか、パーカーになったりとか、まあ季節柄を出していこうかなとか思ってます。でまあ読書感想の動画もね、あんまり一般の人が読まないような本とか読んでたりとかして、あの視聴数は少ないですよ、本当に5人とか、まあ、伸びたやつで120とか130とか、まあ、それはみんなね興味がある本だったらいいけどね、勝手に俺が興味ある、俺の好みの本で勝手にやってもあんま視聴数いかないっていうのは分かってるんですけど、幅とかね厚みを出すためにはこう みんな読みたい本だけばっか読んでるんじゃなくて、幅広くお堅い本でも読んで、で僕の感想を言ってみたいな、そんな感じですね。まあ、読書感想もね、で鈴二の TV の鈴二の鈴トークとかね、アメトークみたいな感じで鈴トークって言って、一人でなんかトークするとか、そういうことも考えてますね。あと他にもなんか、まあ、さっき言ったロケとか、あとは、まあ、ゲスト呼ぶとかね、うん、どこに呼ぶんだって話だけどね。まあね、あのこうもう僕の部屋が散らかってるのが分かると思うんですけど、本とかね、あの積んであるんですよ。いっぱいいろんなものがありますよ、僕の部屋はね。まあ、ほとんど本とノートだし、まあ鈴見のなんでチャラいっていうか、まあナンパもしますし、うん、ね、いろいろマッチングアプリをしたりとかね、いろんなことして、いろんな情報を伝えていけたらな、そういう感じですね。まあこんな長い話してるけど、なんかちょっとテンション低いでしょ。でここ最近なんかあんまりいい出来事はなくて、ちょっと落ちてるんですけど、うん、まあ仕方ないですよね。まあ、そういう時もあります、人生はね。次上がっていくと思えばいいんだけど、うん、ね。てんてんどんてくせん I do you want and I need you There is everything to do I want I don't want anyone It's the power of love ってじゃあ歌ってみたとかね、踊ってみたとかもやってみようか、ね、下手だけど歌は、ね、踊りもできるのが知らねえけど、何でもやればいいんですよ、うん、自分の趣味としてね、息抜きですね、ストレス発散、平日働いてるわけだからストレス溜まるから、それはね、自分でコントロール、ストレスコントロールですね、やっていこうね。この感じですよ、クワトロバジーナ代打ね。またね、こうやってグラサンかけてる時とかもあると思うし、うん、何がいいんだかわからないね。今日は、まあ、僕はメガネかけて、普段はねかけてるんですけど、メガネを買ってきました今日、新しくね、うん、まあそんな感じでございます。今、まあ、今はコンタクトだけどね、まあいいや、そういう感じでございまして、鈴の TV をこれからよろしくお願いします。ありがとうございます、イエーイ。いい感じで、こんな感じで小説もね、あの書いてるんで、なんかブログかなんかやるのかわかんないけど、そしたらインターネット上に載っけたいなとかって思ってて、あのインスタと TikTok はどうしようかなとか、まあ、Twitter やってますんで、
よろしくお願いします。すずにの TV でございました。チャンネル登録よろしくね。グッドボタンもありがとう。やっと青くしてよろしくね。ありがとう。